中心の町、東北町。町の中心にあるのがこの大友駅です。さて、近くには何があるんでしょうか。早速、駅からゴー。さあ、駅から歩くこと30秒、たった30秒で、お店の前に黒豚の重りを発見しました。東北町で黒豚のとんかつが食べたいとなるとこのお店だそうです。駅前の食堂、味どころ田中さんです。祖父の時代からなんで70年ちょっとはやってると思います。駅前はもう日通の倉庫、そこの写真があるんですが、倉庫があって、昭和30年代あたりが一番栄えてました。そして当時の活気を少しでも取り戻そうと、お店の名物メニューを作ったのが20年前。それが鹿児島県産の黒豚で作る極上のとんかつ。もう美味しそうです。柔らかさだったりジューシーさだったり、女の方でもペロッと1枚食べられるくらい重くないっていう感じ。1人前で黒豚のロース肉をおよそ 230g たっぷり使います。さあ、肉の繊維を切ってさらに柔らかく仕上げていきます。生パン粉、粗めの。そして油で揚げていきますが、ここで新山さんにとんかつクイズの時間でございます。絶対当てたい。さあ、この揚げ油は何の油でしょうか、というのが問題です。そうです、何の油でしょうか。さあ、新山さんが考えている間、皆さんにはこの黒豚のチャーシューを煮込んでいる映像をお届けしております。美味しそう。さあ、新山さん考えてください。チャーシューに食いつか。新山さんは油、あ、さあ、何の油でしょうか。駅伝のランナーの油汗ない。いやいや、極上じゃないだろう。さあ、正解はこちらです。作る時に削ぎ落とした油を細かく刻んで、自家製のラードとんかつを揚げています。そうなんです。正解は黒豚の自家製ラード。考えたら当てれたな。豚の油で揚げてるんですよ。だから豚肉本来のあっさりした味に、そしてコクと香りを乗せていくという。なるほどね。美味しそうでしょ。美味しそうだ。高温の油で一気に旨味を閉じ込めます。頑張りませんね。表面はサクサクで、中がジューシーに仕上がっております。本当に最高。ボリューム満点、味どころ田中の黒豚とんかつ定食。さあ、これにまずは岩塩をつけて肉の美味しさをかみしめます。肉が柔らかくて脂身が驚くほどあっさりしているのが特徴。とても食べやすいので高齢者の方からも注文が多いとんかつだそうですよ。さあ、もう一つ、駅から、お供駅からゴー。駅の裏側の坂道を登ると、はい、ド派手な外壁のお店、エビ三つ商店を発見。はい、ドドーンとどでかい鯉が。すごいね。はい、鯉、鯉と、私のことを鯉、鯉と呼んでおります。ということで、中に入りました。台本通りに呼んでおります。ここは、主に川魚ってる店です。そう、川魚がメインなんですって。だ、イケスの中で泳いでいたのは。これが鯉。これで 2.5 キロくらい。おー、くらいですね。すごい。変えてった。変えていきました。食用の鯉で、刺身で、ここら辺の人は刺身で食べます。お店ではさばいた鯉のお刺身も販売しているそうです。食感的に歯ごたえがあって、癖がなくて、白身魚の味に似ていて美味しいんだそうです。これ食べてみたいですね。うん、さらに、イケスの中にはこれが国産のうなぎ。ほら、出た、立
かなうなぎだね。生きがいいんですよ。あの宇治法でこれをさばいて4等分か5等分に切り身にしてお客さんにやれば、お客さんが宇治に帰ってバーベキューとかで食べる。バーベキューでうなぎ。さあ7月28日は土用丑の日、うなぎを食べてスタミナアップ。お店では誕生日でもあります。注文すると自家製の甘辛いタレでうなぎの皮焼きを作ってくれるんです。魚屋さんが作るうなぎの皮焼き、とにかく新鮮だから身がふわっと柔らかくて脂が乗っているというのが特徴ですよ。小野さん、誕生日プレゼントうなぎでお願いします。買ってやるか。じゃあお願いします。うわ美味しそう。ほら、脂乗っててさ、あれ7月28日って本当に誕生日ですよね、新山さんね。私の誕生日です。そうか、ちょっと考えときこれでも美味しそう。6月に自分の分もらっちゃってる分ね。